ギリシア恐怖とは2世紀以降のキリスト教著述家で、特にギリシア語で著述を行った侵略者軍のこと。恐怖というのは特に正当信仰に基づいて誤りのない著述を行い、自らも聖なる生涯を送ったと教会が認めた人々のことである。ただし、新約聖書の著述家たちは恐怖には含まない。特に古代のギリシア恐怖たちは、 豊かなギリシア哲学の知識によって、キリスト論、三位一体論の発展に寄与した。ギリシア恐怖たちの主な活動拠点は、エジプトのアレクサンドレア、現在は、トルコ領である、カッパドキア地方、シリアのアンティオキア、エルサレム、また東ローマ帝国の首都であるコンスタンティノポリス、などであった。一方で、ヒギリシア語圏の教会に赴任し、活動した。 エーレナイオスなどの例もある。ユスティノスをはじめ、アレクサンドリアのクレーメンス、オリゲネス、アタナシオス、カッパドキア3恐怖と呼ばれた、カイサリアのバシレエオス、ナジアンゾスのグレゴリオス、ニュッサのグレゴリオス、またヨハネス・クルソストモス、ニセディオニシウス・アレオパギタ、ダマスコスのヨアンネースなどが、ギリシア恐怖の代表的な人物として挙げられる。 中世の神学者の称号を持つ聖人である、新神学者聖シメオンとヘシカスムを体系化したグレゴリオスパラマスは、時代が下がるため思想史研究の文脈では、通常恐怖とは言わないが、聖教会において恐怖に相当する概念、聖子父が時代を問わない故障であるため、彼らも聖子父に数えられている。なお、聖教会において、神学者の称号を持つ聖人は、 聖死と神学者福音記者ヨア案、ナジアンゾスの神学者聖グリゴリー、新神学者聖シメオンのみである。一覧の、内は、日本聖教会での故障。中世ギリシア語、コイネイをもとに、教会スラブ語を経た転写であり、古典ギリシャ語再建音が、ラテン語、その他各言語を経た転写である、聖法教会とは、転写が大きく異なっている。四大ギリシア教父 AB ミーニュ教父総書。 ありがとうございます。